ねえ、お母さんとお父さんがどうして来てるの？すると夫はとんでもないことを言い出した。今日から父さんと母さんと同居するんだよ。え、聞いてないんだけど。突然の事後報告をする夫。すでに義両親は荷物を運び終えてお茶を飲みながらくつろいでいる。嫌ならお前が出てけよ。そうやって悪態をつく夫に私はもう我慢の限界だった。わかった、出ていくわ。私の名前はのぞみ、32歳の専業主婦だ。夫のまさととは結婚して4年になる。私たちの出会いは仕事関係で、取引先の担当者が彼だった。彼とは何度か仕事をした後に飲みに行き、そこから距離が縮まっていった。のぞみさんはいつも真面目に仕事をしていて、僕も刺激をもらってますよ。本当ですか。ありがとうございます。もちろん私はしっかりと仕事に取り組んではいたが、それでもそうやって口に出して褒めてもらえたことは少なかった。だから、彼からそうやって褒められてすごく嬉しかったのだ。私たちは会話がとても弾み、そしてそれから定期的に仕事後に食事に行くようになった。そしてプライベートでも会うようになり、交際が始まった。それから順調に交際を続けていき、1年ほどお付き合いをした後、私たちは結婚することになった。まだ28歳だったけど、それでも結婚を決めてもいい年齢だし、実際彼となら結婚をすればうまくいく気がしていた。そして結婚生活が始まったのだが、新婚生活はとても幸せだった。夫は料理ができなかったので、私が料理を担当した。夫はいつも美味しそうに食べてくれて、私も作りがいがある。今まで一人暮らしをしていた時は、ずっと外食かコンビニ弁当だったから、すごく嬉しいよ。なんだか実家にいるみたいだよ。本当にありがとうね。うん、いいのよ。私もそうやって、美味しく食べてもらえて嬉しいよ。私たちはとても仲良く幸せな結婚生活を送っていた。だが、途中で夫婦の中に亀裂が入ることが起きた。その原因は義両親の存在だった。義両親は古い考え方の持ち主で、まず嫁は仕事をすべきではない。旦那の実家に尽くすこと。孫は早く産むというのが常識らしい。そのためどれもできていない私は、ものすごく義両親から冷たくされていた。あんたは本当にどうしようもない嫁だね。どうして言ったことが何一つできないんだ。あんたみたいな嫁は捨てられても文句は言えないよ。義実家に行くたびにそうやって罵倒される私は本当に辛い思いをしていた。だが夫は私をちゃんと守ってくれないのだ。母さんたち、そんなプレッシャーを与えないでくれよ。誰にだって欠点はあるんだからさ。かばっているつもりなのかもしれないが、なんだか私にも非があるような言い方をしている。その度に私は少しずつ夫に対して不信感を抱いていた。そして結局義両親の勢いに押されてしまい、私は仕事を辞めることにした。それはちょうど2年前のことだった。夫から、そろそろ専業主婦になってくれよ、と言われたのだ。私としては、将来のことを考えて貯蓄をするならば働いていた方がいいし、私自身仕事が好きだということを主張したのだが、夫はもうそろそろわがままを言うのはやめてほしいと言ってきた。自分の親からプレッシャーをかけられている。俺の身にもなってくれよ。嫁に舐められてるのが悪いんだって。なぜか俺まで責められてるんだから。こっちにまで飛び火しないように、ちゃんと母さんたちの言うことを聞いてくれよ。夫は辛そうな顔でそう言ってきた。腹が立っていろいろと言い返したかったが、夫も夫で辛い思いをしているのだと表情からわかり、あまり強く言えなかった。そして私が専業主婦になることで、
義実家との仲や夫との関係が良くなるなら、そうしてみようと思ったのだった。しかし、これは間違いなく失敗だったと思う。私が専業主婦になると、義両親は私のことをこき使うようになった。専業主婦は家事が仕事だ。だから、私たちの家にも来て家事をしなさい。日中にそうやって連絡をしてきて、私をしつこく呼び寄せる義母。用事があると言って断っても構わず連絡をしてくるし、行かないと後で夫経由で怒ってくる。そのため私は仕方なく義実家に行くことになる。私を呼び寄せると、義母はニヤニヤしながらありえない量の家事を要求する。そして私が、そんなにですか?と量の多さに驚くと、やっぱり仕事ばかりして家事をサボっていた人は、すぐに弱音をあげるのね、と馬鹿にしてきた。ちょっとカチンときた私は、それならやってやろうじゃないかと、必死になって義実家の掃除をした。すると義母は、さらにさらにと家事を要求するようになった。私は家政婦としての仕事ができるんじゃないかと思うくらい、たくさんの家事を短い時間でやらされた。それでも負けず嫌いの私は、いかに効率よくやるかというのを考えて、義母からの理不尽な要求を乗り越えていった。だがその分、心身ともに疲れ果てていたのは確かだ。そして義父も義父で、私が義実家で家事をしている時にたまに仕事が休みで家にいるのだが、私が忙しく家事をしていても自分の要求をしてくる。おい、お茶を入れてくれ。はい、少々お待ちください。おい、聞いてんのか。今すぐ持ってこい。はい、ただいまお持ちします。まったく、使えない嫁だな。義父がそう怒鳴ると、義母がニヤニヤしながらそれに同調する。本当にそうよね。一体親からどういう教育を受けてきたのかしら。親の顔が見てみたいわ。いやいや、見たことあるだろう。あの冴えない顔を。あら、そうだったわね。地味すぎて忘れていたわ。そうやって私の両親までも罵倒する義両親。この時ばかりは私は我慢ならなかった。いい加減にしてください。私をいびるのは構いませんが、親まで侮辱することは許せませんよ。訂正してください。私の親を侮辱したことを。私は顔を真っ赤にしてそうやって怒鳴った。義両親は、まさか私が切れるとは思わなかったのだろう。目を見開いてびっくりしていた。だが嫁に言い返されたというのが気に入らなかったのだろう。二人はすぐに怒り返してきた。なんだと。嫁のくせに生意気だぞ。そうよ。どうしてあんたに指図なんてされなければならないのよ。今すぐここから出て行け。そのように言われたので、私は自分のバッグを持ってすぐに義実家から出て行った。その日の夜、仕事から帰宅した夫に私はすぐに注意をされた。母さんたちから聞いたよ。今日、ひどいことを母さんたちに言って追い出されたって。どうしてそんなことをしたんだよ。だってあなたのご両親が私の親のことを悪く言ったのよ。そんなの我慢できるわけないじゃない。だけどお前はこの家に嫁いでる身じゃないか。あなたもそういうことを言うの。お父さんたちと一緒ね。私もうこれ以上はあなたの実家に行けないわ。そんな、わがまま言わないでくれよ。これはわがままじゃなくて自分を守るためよ。あなたの親と関わったら、私は精神的におかしくなるわ。これからも結婚生活を続けるつもりなら、私は二度とお父さんたちとは関わらなくていいってことを約束してちょうだい。わかったよ。私がものすごい剣幕でそう言うと、夫はしぶしぶ承諾した。それからは、
私は義実家に行く必要が一切なくなった。お盆も正月も夫だけが義実家に帰省し、私も自分の実家でゆったりした時間を過ごせるようになった。そして義両親と関わらなくて済んだだけで、一気にストレスがなくなったのだ。そんな風に、ここ最近は穏やかで幸せな日々を過ごしていた私。そのおかげなのか、私はつい最近妊娠をした。結婚してから4年の月日が経っていたが、まさかこのタイミングで子供ができるなんて思わなかった。やっぱり私は相当義両親からストレスを受けていたのだろう。リラックスがだいぶできている今、こうやって妊娠をしているのがその証拠だ。私が妊娠をしたことを夫に報告すると、とても喜んでいた。おう、ついに妊娠したのか。ありがとう、のぞみ。うん、これから温かい家庭を築いていこうね。ああ、そうだな。妊娠したって聞いたら、父さんたちも喜ぶぞ。え、私は呆れてしまった。普通は夫婦二人だけのことでいいじゃないか。それなのに、義両親のことを今出すのは違うだろう。私はこの時、義両親から散々孫はまだかと、プレッシャーをかけられていた時のことを思い出した。どうせ生まれてくる子供は絶対男の子にしろとか、後継ぎにするんだから女の子は認めないとか言い出しそうだ。とにかく、義両親のことは考えないようにしよう。考えるだけでストレスがたまりそうだ。私はこれから生まれてくる子のことだけを考えるようにした。男の子だったらなんて名前にしようか。女の子だったらなんて名前にしようか。そうやって、楽しいことをなるべく考えるようにした。ちなみに夫から、トウさんたちが妊娠を記念して、食事をしに来いって言ってるんだけど、と言われたが、かたくなに断った。たとえ子供ができたって、私が今まで義両親から受けたひどい仕打ちはなくならない。だから、今後も私が義両親とわざわざ顔を合わせることはしないつもりだ。夫は私が義両親と未だに会おうとしないことに、少し不満を感じている様子だった。このまま一生会わないつもりなの？亭主である俺の親なんだからさ、せめてこういう時くらいは会ってくれよ。そうやって私を咎める夫。まあ、確かに出産したら孫の顔を見せないわけにもいかない。わかったわ。だけど出産してからね。あくまで子供に合わせるという名目でだけ。私に何か理不尽なことしてきたら、すぐに会うのをやめるから。わかったよ。夫は参ったなというような顔をしているが、そもそも義両親が私をひどくいびってきたのが問題なのだ。義両親が私に優しく接してくれていたら、こんな面倒なやりとりすらない。その後、私は無事に赤ちゃんを出産。元気な女の子が生まれた。私と夫は生まれてきた娘にリサと名付けた。リサは本当に可愛くて、夫もずっと嬉しそうに娘をあやしていた。そして義両親も病院にやってきて、久しぶりに私は彼らと会った。さすがに緊張したが、義両親は私よりも娘の方に夢中になっていたので、特に何も問題は起きなかった。可愛いわね。目なんかはマサトに似てるんじゃないか。え、そう。似てるわね。将来美人になるわ。そうやって、私そっちのけではしゃぐ義実家の人たち。その方が私的にもありがたい。無駄に絡んできて欲しくなかったからだ。それからしばらく娘をあやした後、夫は義両親を連れて病室を出て行った。それは私との約束だったからだ。なるべく私と義両親が関わらないようにすることを、私はお願いしていた。特に出産後の体は本調子ではない。だから、義両親とは会話をしたくなかったのだ。夫はちゃんと約束を守ってくれたので、そこは感謝しよう。
だがまさか裏であんなことを計画していたと思いもしなかった。それから数日ほど入院をして、私はようやく娘を連れて家に帰ることになった。だが夫に迎えに来てほしいと連絡をしたのに、午前中は休日出勤だから難しいと断られてしまった。この時点で私は少し違和感を感じていた。夫が仕事で休日出勤をしたことなんて一度もなかったのだ。それに出産前も別に仕事がものすごく忙しいという雰囲気はなかった。なんなら残業とかもしていなくて、定時で帰ってくる日の方が多かった印象だ。私はなんとなく嫌な予感がしながら家に帰った。すると玄関に何足か靴があるのを発見。夫の靴もあるので、やっぱり仕事には行っていないようだ。私が帰ってくるのに気づいたのか、夫が玄関までやってきた。あれ、こんなに早く帰ってくる予定だったの？私は悪びれた様子もなく、そうやって聞いてきた夫に腹が立った。あなたこそ仕事は？休日出勤だって言ってたよね。私が問い詰めると、夫は、あ、そう、それが来なくていいって上司から言われて、などとごにょごにょ言いながらごまかしていた。私は呆れた様子で靴を脱いで家に上がる。その時、居間に義両親がいるのが見えた。私はぎょっとしながら夫を問い詰めた。ねえ、お母さんとお父さんがどうして来てるの？すると夫はとんでもないことを言い出した。今日から父さんと母さんと同居するんだよ。え、聞いてないんだけど。突然の事後報告をする夫。すでに義両親は荷物を運び終えて、お茶を飲みながらくつろいでいる。夫は先ほどの態度と打って変わって、急に強気に出た。俺は母さんと父さんのことを一番に大事に思ってるんだ。嫁であるお前は、俺に従うのが常識ってもんなんだよ。珍しくそのように怒鳴る夫。すると夫の声が聞こえてきたからか義両親もこちらにやってきた。あらあら、のぞみさん帰ってきたのね。今日から私たちもここで住むからな。こんなに広くて新しい一軒家なんだから、私たちも一緒に住むべきでしょう。一体どういう理屈だろうか。この家には昨年から住み始めてるのだが、どうやら義両親はこの家のことについてちゃんと知らないようだ。そして夫は義両親に後押しされてか、さらに強気な態度をとった。嫌ならお前が出てけよ。別にお前がいなくたって、俺は何にも困らないからな。あなた、それ本気で言ってるの？ああ、そうだよ。そうやって悪態をつく夫に、私はもう我慢の限界だった。わかった、出ていくわ。私は退院するときに持っていた荷物を自分の部屋に戻すことなく、そのまま娘と一緒に家を後にした。そして実家に帰り、すぐに両親に報告をした。ことの経緯を聞いた両親は大激怒。父はすぐにとある行動に出た。そして私は父と一緒に引っ越し業者に連絡をして、業者の方たちが来るのに合わせて夫と義両親がいる家へ向かった。あら、どうしてあなたがここにいるのかしら。ついこの前追い出されたばかりなのに。そうやって笑う義母。だが、後ろから引っ越し業者がやってくると驚いていた。え、一体何？業者の方たちは次々と荷物を運び出していった。そして私の荷物と、この家の家具や家電をすべて運び出した。ちょっと。どうして今にあるものまで全部運んじゃうのよ。そうやって切れている義母に、私はこう言ってやった。だって、私のものですから。え。夫は仕事に行っていて、義父は朝から釣りに出かけていたそうで、家には義母しかいなかった。そのため引っ越し業者を止めることもできず、ただ呆然としながら作業を見ていることしかできなかったようだ。
業者は荷物を運び終えるとトラックを運転して去っていった。これ、マサトさんに渡してください。記入済みの離婚届です。義母は呆然としたまま、私が差し出した離婚届を受け取った。私と父はすぐにその場から離れ、家に帰った。引っ越し業者に頼んだ荷物は、実家に運んでもらった。これからシングルマザーとして働きながら子育てをするのなら、親のサポートは必須だ。だからしばらく実家で暮らすことにしたのだ。その日の夜、案の定夫から電話がかかってきた。おい、なんで家具や家電まで持っていくんだよ。俺たちが生活できないだろうが。そうやって怒鳴っている夫に、私はとある真実を告げた。そもそも、あなたたちもそこに住み続けられないわよ。は、何言ってるんだよ。忘れたの。その家の持ち主は私の父だってこと。もともと所有していた古い家をリフォームして新しくし、貸し出そうと思っていた家じゃない。それを私たちが住まわせてもらってたのを覚えてないの？あ、。どうやら思い出したようで、しどろもどろになる夫。のぞみ。俺が悪かった。だから、どうか俺たちを追い出さないでくれ。そしてこの家に戻ってきてくれよ。みんなで仲良く暮らそうよ。そんなことを言ってくる夫にヘドが出た。どんだけ脳内お花畑なの？もう無理だから。その家からさっさと出て行って。じゃないと強制退去させるから。警察にお世話になりたくなかったら。わかったよ。出て行くから。夫はようやくこちらの要求を飲んでくれた。後ろの方で義両親が叫んでいる声が聞こえたが無視をした。それから私と夫は正式に離婚をすることができた。もちろん夫には養育費を請求しており、滞った場合は給料の差し押さえができるようにしている。元義両親と元夫は急な引っ越しで、さらに義両親がすでに高齢なことから、いい家に住むことができずに現在は安くて狭いアパートに暮らしているそうだ。毎月養育費を支払わないといけないので、元夫と元義両親の生活はカツカツの状態らしい。本当にいい気味だ。一方、私は実家で両親のサポートを得ながら、子育てに集中している。そして面接を受けた結果、無事に採用してもらえたので、これから一生懸命に働きながら、親と一緒に娘の成長を見守っていきたいと思う。よそ様の家政婦は早く帰れば。あなたずっと帰りたそうにしてうずうずしてたじゃない。本当にひどい女ね。義母と義姉は夫と義叔父がいないこのタイミングで私に絡んできた。きっとさっきの義叔父とのやりとりで腹が立ったのだろう。うさばらしをするように私をいびってきたのだ。義母と義姉は言いたい放題言ってニヤニヤと笑っている。義父の介護をしに行っていた時は、義母と義姉を刺激しないように気をつけていたが、もう私には我慢する必要なんてない。私は構いませんが、逆に大丈夫ですか？私の名前はのぞみ、32歳の専業主婦だ。夫のマサトとは結婚して6年になる。しかしまだ子供はまだおらず夫婦二人暮らしだ。マサトは昔から仕事が忙しくて出張も多いが、休日に家にいるときは家事をしてくれたり、得意の料理を振る舞ってくれて私との時間も大切にしてくれている。記念日とかは必ず覚えていて、そういう日は残業を一切せずに予約してくれていた高級レストランに私を連れて行ってくれる。結婚しても本当に紳士的で私にはもったいないくらい素敵な人だ。きっと夫は義父に性格が似たのだと思う。落ち着いた雰囲気もそうだし、優しいけど男気があって頼れるところがある。そして明るくて人当たりがいいので、周りに人が集まってくるところとかも夫と義父は似ていると思う。
私は結婚するまでは介護職をしていたが、夫が転勤になってついてきてほしいとプロポーズを受けたことがきっかけで退職した。転勤先は夫の地元で、引っ越し先で仕事を探してもよかったのだが、夫がここは家賃も安くて生活が楽になるから、働かずにゆっくり休むといいよ、と言ってくれたのでお言葉に甘えることにした。そうして私は専業主婦として家事をしながら夫を支える役割に徹した。それでも夫が家事を手伝ってくれるし、私の家事に文句一つ言わないので本当に楽だ。夫は稼ぎもいいので生活は苦しくないし、とても平和で幸せな日々を過ごしている。だがそんな中、ある日私たちの状況をいきなり変える出来事が起きた。のぞみ、父さんが倒れて病院に運ばれたらしい。え、義父が家で急に倒れて救急車で運ばれたらしい。私は急いで車に乗って病院に向かった。幸いにも義父は一命を取り留めたが、倒れた拍子に家の階段から落ちて足を骨折したそうだ。もう高齢だったため、松葉杖か車椅子の生活になるとのこと。私と夫は義父の命があるだけでもよかったと話していた。その後、夫が仕事先に電話をかけに行っている時に、義母と義子が話している内容が聞こえてきた。本当、迷惑な男よね。ただでさえ家に一緒にいるのが嫌なのに、一人で生活できなくなるなんて。マジでうざいわ。しかもさ、介護だとかいろいろ費用もかかるってことでしょ。私たちがもらえる遺産も減っちゃうじゃない。こそこそ話しているところに遭遇してしまい、私は聞こえないふりをして通り過ぎようとしたのだが、義母がちょっとと私を引き止めた。のぞみさんって確か介護の仕事をしていたわよね。あなた、お父さんの介護をやってくれない？え、確かに介護の仕事を昔していましたが、もう辞めてから6年も経っていますし、昔と同じようにちゃんとできる保証はないですよ。自宅で介護をするというなら、きちんとプロに頼むべきです。それか介護施設に預けるとか。私がそう言うと義母と義子はとても嫌そうな顔をした。それじゃダメなのよ。あなただって元プロなんだから十分じゃない？そうよ、お父さんだって身内に世話をしてもらった方が気が楽でしょ。それとも何かしら、お父さんの面倒を見るのは嫌だっていうの？ひどいわね、マサトの嫁ってこんな冷たい女だったのね。そんな風に言って断ったら私を相当な悪者に仕立て上げようとしてくる義母と義子。私はとりあえず夫と相談させてくださいと言ってその場をごまかした。家に帰宅した後、夫にそのことを報告すると驚いていた。マジかよ、母さんがそんなこと言ってたのか。のぞみにかなり負担になるだろう。介護を頼んだ方がいいよ。夫がそのように言ってくれてよかった。そして夫は義母に電話して私に介護はさせないと伝えた。しかし義母はそれに反対してきた。あんたまで何を言ってるのよ。介護を頼むとお金がかかるのよ。そんなお金うちにはないの。それは父さんの退職金とか年金とかから出せばいいじゃないか。そんなこと勝手に言わないで。お金に関わることなんだから一方的に決めないでちょうだい。結局電話で決めることはできず、後日義実家に行って義母と義子と私たちの4人で話し合うことになった。義父はもうすぐ退院して家に戻ってくるので早急にどうするのか決めなくてはいけない。だが義実家での話し合いは難航した。父さんも介護の人を雇うことでいいと言ってくれてる。だからのぞみに介護はさせないよ。ふざけないで。あの人はお金の管理を私に任せっきりで何にも分かっていないから、そんな勝手なことが言えるのよ。私は専業主婦として家計を管理してちゃんとみんなが生活していけるように計算してるの。
私の計算だとヘルパーを雇う余裕なんてないわ。義母は頑なに外部に依頼することを拒んだ。そして義士も義母に同意して反対してきた。そうよ、お母さんの苦労をあんたは何にも分かっていないのよ。私たちが子供の頃から家事をして家を支えてくれていたのは誰？お父さんは外で仕事をしてきたかもしれないけど、お母さんが料理を作ったり掃除をして支えたから、何の気兼ねもなく働きに行けたんじゃないのよ。だからこの家のことはお母さんが一番わかってるの。だから介護はお金をかけて雇うよりも、身内であるのぞみさんに頼む方がいいの。義士の言葉に義母がうんうんとうなずく。もっともらしいことを言ってはいるが、義士は現在35歳で一度も実家を出たことがない。しかも大学を中退してパートタイムでしか働かないフリーター状態だし、どうやら家にはお金を一切入れていないらしい。だから義士の言葉には説得力がなさすぎるのだ。そんなに義母の味方をするなら、あなたはちゃんと自立してサポートしてあげないと。じゃあ姉ちゃんが介護すればいいじゃないか。どうせ暇なんだし。な、何言ってんのよ。私だっていろいろ忙しいのよ。それに介護職を経験してるのぞみさんの方が適任でしょ。夫も義母と義士も一歩も引かない状態。このままじゃ義父がかわいそうだ。私はそんな風に思い、介護を引き受けることにした。私が介護やります。おい、のぞみ。気にしないで、お父さんにはお世話になってるから恩返しもしたいもの。よかった。じゃあ決まりね。早く自らやるって言ってくれれば、こんなダラダラと話すことなかったのに。義母と義士は私が引き受けたことをとても喜んでいた。夫にはまだ言っていないが、きっとこれで義父の資産が減るのを防げると思って喜んでいるのだろう。今日の話し合いでも思ったが、本当に性格が悪い人たちだ。帰宅後、夫は本当にいいのか？無理をしてるなら全然断っていいぞ。と聞いてきたが、私は、大丈夫と返事をした。そうか、ありがとな。でも何かあったらすぐに俺に相談してくれよ。夫がそう言ってくれたので、私は少し安心した。そして義父の介護をしっかりしようと思い、しばらく離れていた介護のことを改めて勉強し直した。それから少し経って義父が退院。退院と同時に私の介護生活がスタートした。義実家は私たちの住むマンションから近くて、歩いて10分ほどだ。夫が出社するのを見送った後に私は義実家へと向かう。私はお父さんのお世話で忙しかったのであまり気にしなかったのだが、義母と義士は何にもしていなかった。義父の世話はもちろん私に押し付けているので、全くしていないし、家事も全然していなかった。この前の話し合いでの発言は全て嘘だったのかと呆れてしまったほどだ。義父は妻と娘が迷惑をかけて申し訳ないと謝ってきた。本当に律儀な人だし、とても優しい人だ。それから私は毎日義父の介護をした。義父は毎回ありがとうと丁寧に感謝をしてくれた。そして義父は物知りなので私の知らないことをたくさん教えてくれた。義父と話している時間はとても楽しかった。夫も会社に事情を話して出張や残業を減らしてくれて、平日は夕方に義実家に来てくれたし、休日は俺が介護しに行くから休んでてと言って私を気遣ってくれる。優しい夫で本当に良かったと思う。そうして夫と協力し合いながら義父の介護をしていたのだが、義父は持病が悪化してしまい、病院に運ばれてそのまま亡くなってしまった。私も夫も義父の死をとても悲しんだ。葬儀では義母と義士も涙を流していたが、私は彼女らの本性を知っているので、きっと演技だろうと思った。その後、
いろいろと忙しく過ごしていると、あっという間に2ヶ月が経ち、義父の四十九日がやってきた。親戚も何人か参加してくれておもてなしをする必要があり、私はその準備を手伝っていた。遠方に住んでいる義父の弟さんは、昔から義父と仲が良かったらしいが、なかなか会いには来られず電話やメールでよくやり取りをしていたらしい。兄からのぞみさんのことはよく聞かされていたよ。最後まで丁寧に介護をしてくれてありがとう。私はそのように言われて恐縮してしまった。それを聞いていた義母は、嫁なんだから当たり前よ、感謝されていい気になるんじゃないよ、と口を挟んできた。すると義叔父は、だったら普通は妻であるあなたや娘がやるべきでしょう。それを息子の嫁にやらせるなんて非常識ですよ、と私をかばってくれた。一触即発の状態で私は内心ドキドキしていた。しかしその後は言い合いなどはせず、法要は無事に終了。私は一旦トイレに行こうと立ち上がった。すると義母と義子がこちらにやってきた。よそ様の家政婦は早く帰れば。あなたずっと帰りたそうにしてうずうずしてたじゃない。本当にひどい女ね。義母と義子は夫と義叔父がいないこのタイミングで私に絡んできた。きっとさっきの義叔父とのやりとりで腹が立ったのだろう。憂さ晴らしをするように私をいびってきたのだ。義母と義子は言いたい放題言ってニヤニヤと笑っている。義父の介護をしに行っていた時は義母と義子を刺激しないように気をつけていたが、もう私には我慢する必要なんてない。私は構いませんが、逆に大丈夫ですか？そう笑顔で言ってやると、義母と義子は目を丸くした。はあ？どういう意味よ。頭おかしくなったんじゃないの？私はもうあなたたちに遠慮する必要はないってことですよ。さっきからわけのわからないこと言わないでくれる？本当に変な嫁ね。あんたは介護の時しか役に立たない嫁よ。私は呆れてため息をついた。私からしたら、お母さんとお姉さんは役に立つどころか、迷惑でしかなかったですけどね。お父さんが優しい人でよかったですね。お父さんじゃなかったら、あなたたちはすぐに捨てられていたでしょうね。家事もしないで、好き勝手に暮らして帰省してる状態ですもの。なんてこと言うのよ、嫁のくせに。あんたが何を知ってるって言うのよ。義母と義子は顔を真っ赤にしていたが、私は気にせず続けた。お父さんが離婚しなかったのは、二人の子供から母親を奪ってはいけないと思ったからなんですよ。お父さんは家族としてあることを大事にしていたんです。そして娘が結婚して出ていくのを見届けるまでは、できれば離婚はしたくないと言っていました。自分で決めたことを最後までやり遂げようとする素晴らしい人だったんですよね、お父さんは。だから本心は離婚したがってたんでしょうね。私が義父の介護をしている間、義母と義子はよく二人で遊び歩いていて、二人の知らないところで義父は私に全てを話してくれたのだ。そこへ夫と義叔父がやってくる。母さんと姉さん、何してるんだ。まさかのぞみをいびっていたわけじゃないだろうな。な、何よ。あんたまで私をそんな目で見るの？俺が母さんたちの本性を知らないとでも。まあ、とりあえずそれは置いといて、相続の件について話を進めよう。そう言って夫は義母と義子に書類を渡した。それを見て義母と義子が目を見開いて声を上げる。ちょっと待ってよ。なんでこんなに少ないのよ。確かに書類に書かれていた金額は、大手に勤めていたお父さんとは思えないほど少ないものだった。すると義叔父が口を開いた。兄さんは、お前たちが陰で自分のことを邪魔者扱いしていたことを全部知ってたんだ。そして遺産だけを狙ってずっと家にいたこともな。
それでももしかしたら家族としての絆をみんなで感じられる日が来るかもしれないと思って信じて待っていたんだ。だがお前たちはどんどん調子に乗って好き勝手やり放題。兄さんのことをさらに疎ましく思い悪口を言いまくっていたようだな。兄さんが寝てると思って目の前で早くくたばれとか言っていたようだな。兄さんは全部聞いてたんだぞ。義王子の言葉に義母は血の気が引いていた。だから兄はお前たちには遺留分だけを残し、残りは雅人君とのぞみさんに譲ることにしたんだ。義母と義子は絶句していた。そう、それじゃあ私たちにはこのはした金とあの家くらいしか残ってないってこと。それに対し夫が呆れたようにこう言った。はした金ってなんだよ。母さんたちに残されたお金がある時点でありがたく思えよ。あと、あの家は俺が相続することになったから、母さんと姉さんは出て行ってくれ。え、そんなあんた身内を追い出すつもりなの？うるさい。俺は父さんをあんなにも存在に扱った母さんと姉さんに怒ってるんだ。俺はもうあんたたちを家族だなんて思わない。縁を切るからな。これからは赤の他人だ。だから他人は俺の家から出ていけ。夫が珍しく怒ったので義母と義子はびっくりしていた。そして自分たちの置かれた状況を理解し顔を青くしていた。それからは二人ともすがるように夫に謝って助けを求めていたが、夫は決して二人を許すことはなかった。その後、夫は義実家を売りに出して義母と義子が強制的に出ていかないといけない状態にした。そして二人がこちらに突撃してこないように私たちも引っ越すことに。連絡先もすべてブロックしているので私たちは二度と義母と義子と会うことも話すこともなくなり平和になった。義母と義子は親戚中を回って助けを求めていたらしいが、みんな義父への二人の態度について知っているので誰も二人を助けなかった。聞いた話だと二人は安いアパートを借りてどちらもパートで働いているようだが、浪費癖のある人たちなので借金ばかり増えていっているらしい。まあ私にはもうどうでもいいことだが、一方で私と夫は相変わらず夫婦仲良く暮らしていたのだが、なんと私は妊娠した。結婚して7年目でもう諦めていたところだったので赤ちゃんを授かることができて本当に嬉しい。私たちはこれからも夫婦仲良くしながら生まれてくる子を二人で大事に育てて、義父が夢見た幸せな家族を体現していこうと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。